写真拡大。広島會澤翼捕手31が20日マツダスタジアムで契約交渉に臨み、9200万円から来期新たに3年総額6億4000万円プラス出来高払いを結んだ。10月に本期取得した国内フリーエージェント FA 権を行使せず、カープ愛を貫いた打てる捕手が赤ヘル氏に残る大型契約を勝ち取った。大変評価をしていただいたと思う。カープが好き、それだけ。僕個人のことはいいので、来年は優勝したい。プロ13年目の今季は自己最多の126試合に出場し、打率277、12本塁打、63打点。得点圏打率はリーグトップの351、ベストナインを受賞するなど存在感を発揮した。単年では1億8000万円程度で、2017年石原の1億2000万円を抜き、球団捕手史上最高額となった。11月の国際大会プレミア12では侍ジャパンの正捕手として世界一に貢献。来夏の東京五輪に向け野球人生ですごくプラスになった。正直五輪には出てみたいというのがプロに入った頃からあった。鼻息を荒くしていきたいと闘志を燃やした。また2018年に乱闘騒動を起こしながらも侍ジャパンで電撃和解した巨人山口俊投手32が米大リーグのブルージェイズへの加入が決まったことについて、喋った時には金額じゃないと言っていた。俊さんには頑張ってほしいと熱いエールを送った。